前回のあらすじ、昨日のは呪われてた。違う違う。どうも、こんにちは。こんばんは。OBS の録画設定だけで1時間半かかった。新人マイクラ実況者伝です。前の録画データ、カクカクだったもんな。ツッコミ担当のマリサだぜ。いやー、録画設定だけでも大変ですね。パソコンの音はずれてるし、画面はカクカクするし。でも、なんとか改善したので今日はもう終わりでいいですかね。いや、ダメに決まってんだろ。前回は何も進まずに死んでるから、今日はサクサクプレイしていけよ。見てくださいマリサ、この華麗な動き、これでオリンピックで金メダル獲得ですね。全世界のオリンピック選手に謝れ。前回回収しなかったチェストを回収。木材は砂漠では貴重ですからね、しっかり奪っていきます。そして前回死んだところまで移動。お、これはダッシュジャンプのチャンスですね。私の成長速度を舐めるなよ。私はバッタ。バッタは約10メートルもジャンプできるのだ。体長の20倍をジャンプする。つまり身長180センチの私は 3.6 キロもジャンプすることが可能なのだ。さっきから何言ってんだ。このチャンネルは明日から使える。友達に思わず言いたくなる雑学をお届けします。その前にマイクラ実況をしてくれ。私がマイクラ実況？前回、速攻で敵にやられた私が、マイクラ実況で楽しませられると、マリサは本気で思ってるんですか？自分で言っていて悲しくないか？さて、前回死んだサバンナに到着。リスポーン地点から近くてよかったな。そうですね、自分のプレイスキルがなくてよかったです。悲しい。さて、アイテムは残っているか？5分は経ってないから、多分ありそうだな。全マイクラ実況者はこんな気持ちで、アイテム回収してるんでしょうね。お前のアイテム、初期装備すぎて特に消えても問題ないけどな。悲しい。アイテム回収、ちょっと手持ちを並び替えます。お、真面目だな。なんか手持ちがバラバラなの気になるんですよね。本もバラバラだと気になりません。本とかも小さい順に並べますし、こんな感じが気持ちいいですよね。A 型がにじみ出てるぞ。いいえ、私は B 型です。あ、無駄にこだわるタイプか、こいつ。さて、前回は進めなかった先へ進んでいきましょうか。なんか RPG でも進めるみたいに言ってるが、お前が雑魚すぎただけだからな。マリサ、私に厳しくない？お、ついにウサギ以外の動物に会いましたよ。道中にいた鮭は動物にカウントしないんだな。お、牛がたくさん。ここは牛の楽園ですね。牛の楽園ってなんだ？マリサ、知らないんですか？楽園の定義は、苦しみがなく、楽しさに満ち溢れた場所。いや、そういうことではない。お腹は空いてますが、この牛たちはこのままにしましょう。お、優しいなお前。当たり前ですよ。私は、聖徳太子のように慈悲深いのです。例えがわかりづらい。先に進もうと思いましたが、時間もいい感じなんで、仮拠点を作りますか。前みたいに、即死は嫌だもんな。早く、ベッドが欲しい。そしてお腹空いた。食べ物、金リンゴだけだもんな。なんでお前、石の斧作ってるんだ？なんでってマリサ、決まってるじゃないですか。お前、まさか。まさか、まさか、私がそんなことするはずないじゃないですか。お前の手持ちに、肉とかはあるんだが。うるせえ。日も暮れてきたので、拠点作りますか。お前、建築スキルあるのか？何言ってるんですか、マリサ。ホラー穴に決まってるじゃないですか。聞いた私がバカだった。その前に食料確保。聖徳太子の慈悲はどこ行った？石斧だと、ジャンプ切り1回で、牛を倒すことができます。これ、テストに出るので覚えておくよ。そんなテストねえよ。うおお。私、プレイ上手くなったので、無抵抗な牛は簡単に決まってんだろ。それではホラー穴を作ります。特に面白いこともないのでカット。さて、木を焼いて木炭を作って、そこから松明を作れば。完成。しっかりホラー穴く降りて。ほら見てください、マリサ。中の人も喜んでますよ。そういえば今回、中の人の登場少ないな。ただいま、編集開始して1時間半そろそろ疲れてきたそうです。いや、もっと頑張れよ。というか、木を焼いて木炭を作るって、マイクラって妙にリアルなところありますよね。松明は無限に燃え続けるゲームだから気にしたらダメだ。さて、外は寒いので防寒着でも作りますか。牛だったものゲット。おい、字幕とセリフが違うぞ。最近、かなり寒いですよね。話そらすな。クリスマスももうすぐ。ケンタッキーが1年で一番売り上げる日。恋人とゆっくり過ごす聖なる夜。おい、字間違えてるぞ。街は赤と緑に染まり、きらびやかなイルミネーションで恋人たちを包み込む。なんて素敵な一日なんでしょうか。おい、字幕から本音漏れてるぞ。というかお前、スキン、クリスマスツリーみたいだぞ。うるせえ。さて、お腹が空いたので肉でも食べますかね。このワールド初の食事だな。
超のんびり実況、それが私なの。編集大変だから、少しずつ細切れにしてるだけだろ。ということで今回はここまで。毎度ながら、突然終わるんだな。毎日投稿頑張っていきますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくだぜ。それでは、バイチャ。最後に中の人出てきた。